テトさんこんばんは。ママ全体撮って。ね。今日はおばあちゃん家から配信です。チーコロ1号さんこんばんは。ユーナヤッホー。STU 大大大好きおじさんこんばんは。そう。今日は踊ろうと思ったので、いやめっちゃ急遽考えたんじゃけど、ママに。踊り急いやって言われてばあちゃん家に来ました。でね、ばあばがね、見える？こぼれそう。おしるこを、おしるこ？ぜんざい、ぜんざいを作ってくれたんですが、ゆうなはお餅が食べれないのでおしるこみたいな感じです。ん？めっちゃ好きなんですよおしるこ。ぜんざい全然じゃけど、あんこが好きなんですよ。あんこのこのトロトロ好きなのさ。シルフェドさんこんばんつん。マサユキさんこんばんは。エイサクさんばんは。ヨラハムさんやっほー。ナッチーさんこんばんは。そう、さっきね書き初めの配信にお邪魔しましたが、めっちゃ楽しそうだった。荒吉さんこんばんは。ユナ今年は書き初め、今年も書き初めしたけん船に飾ってあるやつ。公園見に行った方はわかるかな。初めてハンバーグ作った。ほんま？できた？ちゃんと美味しかった？弁蔵さんこんばんは。ヤスさんこんばんは。そう、矯正が取れちゃうのでお餅が食べれないんです。うん、2年ぐらいねずっと食べてない。ジュナさんこんばんは。ヒョウさんこんばんは。スマイル弟さんこんばんは。クレイジーさんこんばんは。いや、お餅めっちゃ好きなんよ。矯正つける前もほんまめっちゃ食べよって、正月太りめちゃめちゃしよったんじゃけど、めっちゃ食べたいの食べれないの。安部さんこんばんは。そう、赤服もね好きなんじゃけど、めっちゃちっちゃく切ってあまりくっつかんように食べんといけん。平次さんこんばんは。ザッキーさんこんばんは。ゆうさんこんばんは。握手会ありがとう。ゆうちゃんさんこんばんは。満月ライダーさんハロー。そう、今日もポニテ、最近ポニテにハマっております。たくなぎさんこんばんは。そう、ガムもダメ、チューイングキャンディーとかもダメな。しおりんさんこんばんは。よしかなさんこんばんは。雪目大福も食べれん。いやね、いちご大福めっちゃ大好きだったんですよ。でも食べれん。おいしいあんこ。冬物さん50年のありがとう。大野太郎さんこんばんは。デザートは別腹？言うな。本当にそうじゃけど。そう、今日は踊ります。ちょっとだけなんじゃけど。いや、そう、今日は黒のコーデ。でもね、ほんまに急遽やることになったけん、今日スカートが長いんですよ。大変さ。ともちさんこんばんは。お、木曜日エディオ待っております。昨日お家を買おうと思ったら家の売り切れてました。喜ぶべきか悲しむべきか。売り切れは内海さんと二人。嘘。嘘じゃん。え、嘘じゃん。誰か爆買いしたん？急に。え、なんで？最初から言うなのお前しかなかったんだって。あ、そういうこと？いや、知らん知らん。言うなの、もともと枚数が少なかったってママが言ってるけど本当かもしれん。え、だって言うな、そんなあれじゃなかったくない？めっちゃ笑ってしまう。うちは、え、あれじゃない、2期生のさ、うちは3枚ずつぐらいしか置いてなかったんじゃない？じゃなくて。なんで？え、てか、あの、え、船、え、船のとこでしか売ってなくない？今オンラインショップなかった気がする。え、てか、あの、僕たちの恋の予感公演の T シャツがめっちゃ可愛いんですよ。
買いたいなと思ってネット見よった。ママ買ってもいいですか。やった。なんでか、なんで言うならうちわが売り切れな。一番の謎。ん？一番の謎。うん。うん。今年初の謎さ。今年初の謎だってママが売り切れたことが。いそぴょんさんおやすみ。そっか。本当よ。飛行機気をつけてね。ゆなめっちゃ怖かったの飛行機。お、スマイル兄マー君。今月帰ってくる。本当楽しみだ。そうなん、売り切れ、ほんまに売り切れだったん。びっくりじゃん、本当にびっくりじゃん。え、ほんとよ。みんなうちわだけ買っとる。びっくりじゃん。握手会も買ってね。ってママが。よし、それじゃあ踊ろうと思います。トマキさんこんばんは。カラオケを流して歌いちょっと歌いながら踊ろうと思うので、何から行く、何から行こう。今日は公園でやった暗闇出航ファーストラビット、それとペダルと車輪と来た道。待って、どの順番。待って、てか全部カラオケあるんかな。それを先に確認するといけん。あった、ペダルと車輪と来た道とと暗闇と出航はないか。じゃあ暗闇とペダルと車輪と来た道とと分かってけ、ママ踊らんとって恥ずかしい。ママがカメラの向こうでさ、うさぎポーズをしようんじゃけどさ、ファーストラビットはあるかな。赤サタファーストノーウェイマンがある、踊れんけど。ファーストラビットってファーストラビット、あった、ファーストラビットあるよ。どれから行きますか。どれがいい。出航なかったからどれがいいんかな。ペダルがいい。ペダルは一番だけちょっとなんとなくなんじゃけど覚えました。暗闇は最後ね。分かった。じゃあペダル、うん、ファーストラビット暗闇でいきます。トマキさん50年ありがとう。うさぎうさぎってきとる。あーコメントが読めなくなる。よし、裸足でやります。こけそうなので。てるいさんこんばんは。やっほー。見てこれ、あうさぎの靴下。え、これしまなっけ。多分多分ずっとしまなかったぜ。よいしょ。イエナとネーナが、あ、しまった。お泊り来た時はこの中の布団を使うんですよ。さあ、ペダルいらんじゃん、この靴、くっさい靴下。イエナめっちゃ足臭いんですよ。シーって言われたし、でもバレるじゃん、いつか。汗かいた後めっちゃ臭いんですよね。
これを外したらいい。そしてよし、ママさんカメラマンにバトンタッチ。カメラは変える？表と裏。その代わり私コメント見れんけど。私が映る。え？いや一瞬下にして、ちょっと待ってね。ほら、オッケー、ママの手が映らんやん。いや待って、曲をかけんといけんけん、ちょっと待ってね、おるけん。何から行くんだったっけ。ペダル、うんうん、1番だけなんですが、ぜひ一緒に盛り上がって。あ、1番と最後まで飛ばそうかな。え、嘘適当にブルートゥースやったらおかしくなる。どうしたらいい。どうする、歌う、歌う、マジで。よし、え、じゃあ歌う。待って、歌詞がわからんって歌う。イヤホンなんかないっけ。ブルートゥースもだね。まあいいや、みんななんとなくわかるじゃろ。これ全身映った、恥ずかしい。映っとるよ、行きます。恥ずかしい。え、待って、イヤホン探さん。ブルートゥースつないだけど、つないでいいのがしとったらいいんか。ちょっと待って、なんで靴下写しとる。いた、汚い靴下。ただいま。これイヤホンつながった？あ、つながった。よし、行ってみよう。